モアモアチャンネル。モアモア。はい、皆さんこんにちは、モアモアチャンネルです。今日の動画はですね、ちょうど本水槽のね、散布の方にね、海ぶどう、リフジウムとしてね、海ぶどうを飼育してますので、そういえば南洋ハギ海ぶどうを食べるということをちょっと忘れていたので、今日初めて南洋ハギに海ぶどうをあげてみたいと思います。モアモアチャンネル。チャンネル登録よろしく。
モアモアチャンネル。はい、ということで本日はね、南洋萩に海ぶどうをあげてみる動画だったんですけれども、今までね一度も海ぶどう南洋萩に食べさせてあげたことがなくて、そういえばねリフジュームやっているので海ぶどう食べるかなと思ったんですけれども、最初はねちょっと興味を示したものの、いつもね指でね餌を与えてるものでね、指から粒餌が出てくるんじゃないかと南洋萩もねスノーフレークもね指をねツン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 ねパンチするばっかりでございました。結局のところはね、ほぼほぼ食べなかったという結果になりました。数粒ね、最初のうち数粒はつっついて食べたのかなと思いますが、その後ね特に興味を示さず、この後もねちょろっとリベンジしたんですけれども、あんまり興味を示してもらえませんでした。慣れたら食べてくれるのかな。ちょっとねたまに海ぶどうちぎってね南洋萩にあげようかなと思います。そしてですね、ちなみにですね、本水槽に飼育しているリフジウムの海ぶどうなんですけれども、もう数ヶ月、何ヶ月経ったのかちょっとわかんないですけど、数ヶ月経ったんですがね、増えもしないし、減りもしないというか、現状維持のまま飼育しております。はい。ということで今日はここら辺で終わりにしたいと思います。それでは。チャンネル登録、高評価、低評価、コメントリクエスト、何でもお待ちしております。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしく。